第3講座になります。第3講座を開けてください。でまた英語を、ね、練習するときは、ノートに書いてもらいたいのでノートも用意してください。ですね。はい、では行きますよ。準備できましたか？しっかり練習しながらやっていきましょう。ですね。未来の文です。懐かしいね。2年生になってすぐやったね。未来の文、2年生になってすぐ未来の文習いました。はい、10ページを開けてください。英語の10ページです。ですね。はい、未来の文はノートでちょっと復習しておきましょうかね。未来の文というのはWill か be going to を使いました。もちろんここは be 動詞なので is か am か are なんですね。のどれかが入ります。いいですね。しか未来は、will か be going to を使いましょうということになります。いいですか？はい、じゃあどっちかという話なんですけど、それは問題の出し方次第ですよということですね。私は明日彼に会うつもりです。ですね。I'm going to, I'm going to, be going to です。で、なぜかというと、I'm っていうのはここに be 動詞 am がありますから、こう確認しておいてください。ということは、I'm going to というふうに表現しましょう。というわけで、はい、丸で囲むだけでいいですよ。Going to が正解になります。I'm going to meet him tomorrow. ですね、Going to です。はい、次。彼女は買い物に行くつもりです。はい、どれですか？ Does ですか？ Are ですか？ Is ですか？後ろ見たらわかる。カッコの後ろ見たらわかる。何を選んだらいい？ Going to があるやろ？ちゅうことは？はい、答えは C やから Is でした。できた人 Is。 はいはいはい、わかる。言いたいことわかる。 C の時で下に後ろに Going to があるけん Is going to。 C are とかならんし、 Does とかましてや Does とか全く関係ない。 C is going to でした。明日は晴れるでしょう。はい、is は使わないでしょう。 will か will be です。 will と思う人、 will be と思う人ですね。ではこれ正解は will be なんです。 will be なんです。 sunny って晴れたという形容詞なんですね。 sunny はどうしてありません。じゃあちょっとノートにまとめてもらっていいですか？今日は晴れです。というわけで、実はここに B 動詞がしっかりあるんですよ。ですね。サニーというのは晴れたという形容詞なんです。ですね。It's sunny。今日は晴れです。明日は晴れるでしょう。ウィルで後ろが B なんです。なぜかというとここの is が原型になるからです。だからウィル B と言ったんです。 It will be sunny tomorrow。 It will be sunny tomorrow。 It will be sunny tomorrow。はい、その次。私たちは今度の日曜日テニスをするつもりです。
もう後ろに going to がない点、これはこれしかありません。はい、何でしょう、4番。後ろに going to があったら あーでいいよね、あー going to、ね、でも going to がないんですよ。はい、答え選んでください。答え選んでください。答えを選びましょう。はい、答えはどれですか。答えはどれ。うん、正解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 、ウィルです、ウィル。これしかないでしょうね。ゴーイングトゥーが後ろにあったら、ああゴーイングトゥーですけどね、ウィルしかないでしょう。はい、あなたとお姉さんは明日何をするつもりですか。何をするつもりですかね。はい、ゴーイングトゥーがあることに注意してください。後ろにゴーイングトゥーがあります。はい、ゴーイングトゥーマーカーで塗ってください。You and your sister、 and があるということは何人いますか。結局2人いますね。2人というのは単数複数どっち。複数。ただ B 動詞は is a man のどれですか。 are しかないんです。 are しかない。 are going to ね。 What are you and your sister going to do tomorrow。 do はするという動詞です。 do マーカーで塗ってください。するはするという動詞だから、するつもりですか。 are going to で何々するつもりです。 what are you and your sister going to do tomorrow ですね。はい、ではその次2番の1いきます。疑問文にしなさいと言われたら、is を前に持ってくるだけです。he is は he is が隠れてますから、is he にしてください。はい、どうぞ。変わるとこそこだけです。he is を is he にするだけ。はい、書いてください。he is を is he にしてください。疑問文はね、be動詞を前に持ってくればいいわけです。Is he going to watch?とにかくね、英語得意な人ってさ、苦手な人に比べて英語楽だなと思ってるところがある。なぜかっていうと、変わるところってここだけしかないんですよ。これ、he is は he is なんですね。ところが英語苦手な人はもうこれ全体がもうなんかモヤ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 してわからんで、どうしようかってパニックってるわけですけど、これを入れ替えるだけで終わりです。変わるところって基本一箇所しかないんですよ。動詞のところです。ですね。書きました?これ書きますか。大丈夫ですか。 Is he going to watch いいですか。大丈夫ですか。大丈夫。はい、じゃあその次いきますよ。Yes と No で答えましょうね。はい、 Yes he is。 だって Is で聞かれたっちゃけん。No, he isn't. はい、否定文にしなさいと言われたら、not を入れたらいいわけね。否定文は not を入れたらいいわけ。ですか。He is not か he isn't にするんです。わかりますか。he is でしょ。He going to でしょ。ですか。ね。で、そこなんですけど、そうなんですね。
疑問文は入れ替えちゃうことです。否定文はノットをここに入れるだけで OK です、別に。はい、または短縮形にしたいなと思ったら isn't にしてください。 He isn't going to でもいいですよ。もうとにかく否定文だったら not を入れるだけです。 not を入れるだけですね。難しくないと思います。大丈夫でしょう。 he is not または he isn't どれでもいいです。丁寧に書いたら he is not でもいいですよ。でも he is not か he isn't going to かどれでも not を入れただけでいいです。はい、否定文。次、 she will clean her room tomorrow、 ウィルを死後の前に持ってきてくださいというわけで、 be 動詞があったら be 動詞を死後の前ですね。ウィルがあったらウィルを主語の前に持ってきてください。だから She will だったらウィル She になります。簡単と思っちゃうけどね、まだこの辺は英語は、まあ、だんだん難しくなるんやろうけど、ここら辺は簡単だと思うんですけど、まだつまずくとこじゃないんじゃないでしょうかね。 She will でしょ。ただウィルシーですよ。これ入れ替えるだけですよ。シーウィルウィルシーですね。でこれで聞かれたらイエス、ウィルで聞かれたらウィルで答えましょう。イエスシーウィル、ノーシーウィルナット。Will not の短縮形を知ってる人いますか？何ですか Will not の短縮形。そうでしたですね。 No, she won't. She won't. 英語苦手な人は Will not の短縮形を won't を知りませんね、普通ね。だから普通に勉強したら大体こういうの習ったらそんなに抵抗なく覚えきいと思うんですけれどですね。いいですかね。どっちかというと want を使う方が多いと思います。 will not というより want の方が言いやすい。だって俺たち日常生活で短縮しちゃうでしょ、ほとんど。そんなに丁寧に言うことないでしょ、普通はね。いいですか。はい、シーウィルを疑問文にしなさいと言われたらウィルシー、そこを入れ替えるだけで、あとは全部一緒ですね。で、イエスで答えたときはイエスシーウィル、ノーで答えたときはノーシーウォント。ウィルノットよりウォントが多いと思います。で、否定文にしなさいと言われたら答えるときはこんなに簡単でいいわけよね。でも否定文にしなさいって言われたら文全体を書かないかんというだけの その違いです。She will clean her room tomorrow. She will clean her room tomorrow. はい、否定文にしなさいって言われたらここをよ、こいつをよ、ウォントにすればいい。または丁寧に言いたかったらここにノットを入れるだけでいい。難しくないでしょ。難しくないと思います。こんくらいは乗り越えてくださいですね。 She will not clean her room tomorrow. She won't clean her room tomorrow ですね。はい、じゃあもう一個行きたいと思います。12ページを開けてください。12ページ、助動詞を習う2年生の一番のテーマが助動詞でした。助動詞、
助動詞です。ですね。トムとベンは日本語を話すことができますか。ですね。はい。できるというとこをマーカーに塗ってください。できますかというとこ。できるというときは何を使いましたか。大丈夫ですか。今12ページですよ。12ページ。ページが違うんじゃない。大丈夫。12ページ見れるようにしとって。左側の方で。そうそうそう、そっちへ。はい、何できるというときは何を使いますか。キャンですね。ね、キャンね、何できるね。はい、キャン、トーマン、ベン、スピーク、ジャパニーズ。はい、キャン、丸で囲んでください。キャンが正解でした。はい、何しなければなりません。後ろに to があります。これはノートに行きましょうか。ちょっとノートにまとめましょう。何かしなければならない。何かしなければならない。マストまたはハフトゥーかハズトゥーですね。主語によりますね。主語によります。いいですね。主語による。例えば主語が he とか she やったら has to になりますね。いいですか。 has to になります。 OK です。大丈夫ですか。はい、じゃあどっちでしょう、どれでしょう。2番どれとも must とか have to か has to になりますね。で2番を見てください。後ろに to があるのに気がついてください。 to があるのに。はい、答えはどれでしょう。どれですか。じゃあ聞きますよ。どれか手を挙げてくださいよ。いいっす。今2番目焼きね。1の2です。 The students have と思う人。はい、ありがとうございます。 has と思う人。あんたたちちょっと調子悪いよ。スチューデンツの S を丸で囲んでください。あ、サッカーのどっちが立ちよう。すごいね。はい、いいですかね。スチューデンツ複数の S でしょ。複数やったらはずやないよ。はずは三人称単数や。スチューデンツ生徒たちなんです。だからハフが正解。これ実は今さっきハブって言ったけど、ここにこうするとき、ハフトゥーですよ、ハフトゥー。発音はハブトゥーって言ってますね。ハフトゥーと呼んでます。ですね。でも、まあみんなが分からないといかんき、ハブと言いました。ハブが正解です。じゃあその次行きましょう。まあ、選ぶやき、ちょっと一緒に考えてください。ここでギターを弾いてはいけません。must, don't, must not。どれでしょう。ランナーしてはいけません。いきますよ。マストと思う人。ドントと思う人。マストノットと思う人。素晴らしい。マストノット正解。はい、マストノットですね。マストノットは普通禁止と言われてます。もうランナーしてはいけないというのはマストノットと覚えておいてください。禁止ね。例えば廊下を走ってはいけません。禁止よ。そういうふうにしたらいかんというときは、マストノットになります。マストノットです。
はい、その次です。彼女は今日図書館に行く必要はありません。ランランする必要はない。はい、どれでしょう。 must、 have to、 has to。 聞きますよ。 must と思う人、 have to と思う人、外すと思う人。長所久しぶりに帰ってきた長所。ダズは助動詞だけど、助動詞は動詞の原型ですからね。前にダズがあったったいいですか。では行きます。これもノートにバッチリ書きましょう。まあ徐々にね、勉強のペース戻してきてくださいね。今まで部活で大変忙しかったと思うけど、ちょっとずつね、勉強の感を取り戻しましょう。ランランする必要はありません。ランランする必要はない。はい、 Don't have to が基本です。 Don't have to ですが、ですがこれ前なんか、ね、主語が三人称単数やったら Doesn't have to です。Doesn't have to です。ランランする必要はないね。これね、近代福岡に出るんで書いちゃってください。近代福岡これ結構好きなんですよ。ですから have to が正解でした。4番です。で、doesn't have to だけマーカーで言ってください。 doesn't have to だけ、これですね。何らする必要はない注意味になります。ですか、何らする必要はない。私たちは英語を話さなければなりませんかですね。はい、もちろん何らしなければならないはマストです。マストが正解。疑問文もありっちゅうことですね。例えば家の手伝いしようときに買い物に行かなければなりませんかとかさね、それとか車を洗わなければいけませんかとか、そんなのですね、ありましたらマストが前にも来たら疑問文になります。はい、じゃあその次いいですか。ですね、シーキャンプレイズピアノ、シーキャンね、はい、疑問文にしなさい。助動詞を前に持ってきたらいいので、シーキャンがキャンシーになるだけです。はい、どうぞ答え書いてください。疑問文はシーキャンが入れ替わるだけです。はい、can she play ですね。 can she play the piano。 はい、 can で聞かれたら can で答えます。 yes she can、 no she can't、 yes she can、 no she can't。 はい、否定文にしなさいは can を can't に変えるだけです。はい、写してください。 can を can't に変えるだけ。 she can't play the piano、 she can't play the piano ですね。 can を can't に変えてください。 she can't play the piano。大丈夫ですか。はい、その次、 I must study hard。 はい、これ疑問文にしなさい。 must I study ですね。 must I study hard、 must I study hard、
はい、must という方は must で答えましょう。 Yes, you must。 で、No のとこです。 No のところ、 No, you don't have to なんですよ、これ No の時は。だってこう日本語でもそうや、なんなんせないか、いや、なんなんする必要ないよっていう意味は、例えば買い物行かないかんと、今からお正月の買い物行かないかん、いや、買ってきたから行く必要はないよでいいでしょですね。はい、ですから OK ですか。マストで聞かれたらイエスの時はマストなんですよ。イエスの時はランナーマストなんですよ。でノーの時は don't have to になります。何々、これ主語が来ますね、主語がね、ランナー don't have to、 ランナーする必要はないと訳をします。ランナーする必要はない don't have to です。いいですか。だから No, you don't have to になります。主語言うやきね、気をつけてね。だって私行かないかんって言ったら、あんた行かんでいいよって相手は言うわけやきさね。相手聞いてきたら言うに変えてください。あなたは行く必要ありませんよになります。はい、その次です。ハフトゥを使って同じ意味の文にしなさいということは、マストのところがハフトゥに変わるだけです。 I must study、 私は勉強しなければいけません。これは同じ意味にしなさい。マストがハフトゥに変わるだけです。はい、何々しなければいけませんですね。 I have to study hard。 ハードは変えてあるけどね、ハフトゥ study だけでいいということになります。いいですか、そこまで大丈夫ですか。でですね、ちょっとテストを出してください。テスト今まであんまりなんかね、綺麗にこうかぶってなかったんで、教えたところと。はい、でこれ第三講座、これ使えます。これちょっと第三講座見てください。これテストがちゃんとついちゃうんですよ。これちょっと一緒に言ってもらっていいですか。はい、テストがついちゃって、今日のところはこれ点数出してみましょうね。いいですか。はい、ちょっと宿題に出しますね。これ宿題値変えちゃってください。第3講座のテストです。ですか、大丈夫ですか。第3講座のテストが宿題です、ね、せっかく今英語だいぶ分かるようになりつつあるけんね、宿題って言ったら嫌なんやけど、練習って言ったらいいでしょ。練習せんと上手にならんけんさ、ここはちょっと出さざるを得んわけかよね。ちょっと理解してください。俺はもうあんまり宿題好きな方やないけどね。それはもう今まで来た人は、熟成の人は知ってると思います。宿題出そう嫌い、どっちかと嫌いないけど、今年2年生見よったら、やっぱ練習せんといかんよなって思う間違い方が結構多いった。ぜひちょっと練習してください。はい、じゃあ数学の方いきます。数学の第3講座いきます。数学の第3講座です。はい、円錐円柱球の練習はしましょうかね。円錐円柱球の練習をしましょう。それと資料の整理のとこですね。いいですかね。はい、ここまでが1年生の復習です。第3講座までが1年の復習です。これよくまとめてくれちゃうくね、もうとっても好きです。この問題集は本当にいいですか。じゃあ行きますよ。円錐だけちょっとね抜き出したいと思いますので、いい？ですね、10ページ開けてください。10ページここはちょっと一緒に聞く。10ページの2番の2を赤枠で、まあマーカーで枠で囲んでください。10
10ページの2番の2、円錐です。はい、そして右側のページがあります。右のページ11ページの5番を枠で囲んでください。マーカーで枠で囲んでください。はい、この2つがセットになります。この2つがセットいいですかね。体積と表面積でセットなんです。はい、じゃあ行きましょう。2番の2行きましょう。2番の2いいですか。2番の2はい、では行きますよ。まあ、あの今から覚えてもらっていいんでね。今までできんでもいいんで、ちゃんと講座を受けてくれて今からできるようになってくれたらそれでいいですからね。いいですか。はい、体積いきます。体積これ何々水なんです。これ円錐なんですけど、3分の1かけ底面積かけ高さです。あの体積ですね。ごめんね、ちょっとこれ書き寄ってくださいね。円錐、三角錐、四角錐、何々錐の体積は3分の1がいります。3分の1かけ底面積かけ高さです。3分の1かけ底面積かけ高さです。ところでこいつが底面積です。こいつが底面積、底面積は πr2 乗です。 πr2 乗底面積円や、円の面積 πr2 乗ってね言えない人がね結構いるんよ。もう πr2 乗はもう絶対覚えとかないかんす。もちろん r は半径です。今回はこの r が5センチなはずです。で高さが12センチね。はい、高さだからあのよく問題集に載ってるのはこういう公式で載ってます。 v イコール円錐は円錐、3分の 1πr2 乗 h ね。 v イコール3分の 1πr2 乗 h。 計算してもらっていい？どうぞ。 R に5、 R に5、 H に12を当てはめて計算してください。 R に5、 H に12を当てはめて計算してください。はい、ここ約分したら4になりますので 4×25 というわけで100倍になります。
ここでいいですか？大丈夫？いい？ね、じゃあ今度表面積の方にワープしますか？右側の方にワープしますので、表面積の方行ってください。今日は円柱と円錐と球、この3つは絶対に押さえてください。円柱と円錐と球だけは押さえてください。いいですか？もう的を絞ってね、今年の冬の講座はみんなの一番最初に英語のドゥーダズイズの使い方を見たときに、これはもう基本に戻ろうと思ったと決心したんです。だから的を絞って話をするので、少なくとも習ったことはね、必ずできるようにしてほしいし、今ちょっとこれ消してますけど、あの YouTube 今授業終わったらすぐ上げてますので、翌日とか見れるようにしてます。あの休んじゃったとことか見れます。はい、ちゃんと日付とか書いてるんでね、で中に大難航だとか書いてるので分かると思いますからね。で YouTube を使ってしっかり勉強してください。はい、では行きましょう。側面積の公式なんですけど、本当にめちゃくちゃ簡単なんですよね。側面積、イラストどっちに書きますか？ノート書きます？テキストに書いちょき、テキスト書いちょこうよ。これを例えばここからハサミでジョキジョキと切ってパッて開いたらこんな風になるわけです。こんな風になりますね。一応テキストに書いとっていいですよ。でこれを当然こいつを側面積というわけでしょ。横側にあるけどね。でこいつは底面積です。でこの2つを合わせて表面積です。底面積と側面積を足して、とにかく表に出てるやつ全部というのが表面積になります。いいですね。はい、でこのことを母線と言いますね。これ母線と言いますね。これ半径ですね。底面の半径ですね。いいですか。側面積は本当に簡単です。ちょっとこれあんたたちにね、一つちょっと聞きたいっちゃうけどさ、あの生徒の立場としてどっちが覚えやすいですかっていうのを聞きたいと、母線×半径×パイがいいのか、側面積見つけるときにパイが後ろがいいのかパイが前がいいのか、どっちですか？パイ×母線×半径。もう一回言う気？自分の立場でいいけん、自分の個人的な意見でいいけん、パイ×母線×半径か母線×半径×パイか、どっちがいいですか？どっちがいい？こっちでいい？パイ後ろでいい？じゃあそうしましょうね。もうみんなの意見を参考にしますからね。母線×半径×パイ、つまり本当これ1秒で終わるんです。とにかくこの2つをかけるだけでいいんですよということ。側面積はこいつが母線でこいつが半径なので、ここの面積はあっという間に計算できるんですよ。 4×3×π で 12π です。
でこれ πr2 乗ですね。底面積は円ですから底面積円なんで、はい、しっかり書いちゃってくださいよ。 πr2 乗でこいつ 9π なんですよ。はい、しっかり書いてください。側面積は 12π で底面積は 9π ですね。はい、でこの2つを合わせればいいですよということです。ただ21π ですよって、これが表面積いいですか？大丈夫？いいね、大丈夫ね。はい、では円柱いきましょう。円柱10ページの3番見てください。10ページの3番、はい、これも枠で囲んでもらっていい。今度マーカーの色変え、円錐と円柱マーカーの色変えろよ。マーカー何色か持っちゃったら。円柱10ページの3番のところを枠で囲んでください。10ページの3番です。円柱はこれだけです。円柱はこれだけでいいです。側面積を求めなさいという問題ですね。側面積を求めなさい。消しますけどいいですか？これ消しますよ。いいですか？今日のところはね、的を絞りましたんで本当にしっかりできるようにしてくださいよ。これだけはっていう、もうそこに的を絞りました。本当円柱と円錐だけです。さてそこに 円柱のイラストが書いてあるんですね。これ円柱のイラストが書いてあります。はい、こいつを展開図にします。はい、展開図いいですか？まあこんな風になるよね。まあこれ分かるよ。はい、ちょっと図書いてもらっていいですか？その円柱のとこですね。10ページの3番のところにちょっと図を書いてみてください。はい、それでここの長さとここの長さとここの長さが等しいわけよ。つまりこれ円周内わかる？ぐるっとこの周りに巻きつけて円周作るわけよ。ただここの長さとここの長さって等しいよね。等しいよね。絵描きよったね。はい、でここは高さになりますから、さあ皆さん、こいつが側面積です。こいつが側面積です。まあ、もう一回あんたたちに意見聞きたいと思います。まあ、普通縦掛け横なんでね、まあ、これ円周中だよ。これ円周なんで縦掛け横だったら対高さかけ円周がいいか、それとも円周かけ高さがいいか、どっちがいい？こいつこの側面積計算するとき高さかけ円周って言ったらいいか、円周かけ高さって言ったらいいか、どっちがいいですか？円周高さが先でいい？いい？大丈夫？うん、ただそうしましょうか。側面積は高さに円周をかけてくださいってことです。いいですか？側面積は高さかけ円周と考えてください。いいですね。ところで円周ってさ、円の面積は πr でしょ。円周は 2πr。 はい、こうです。円周は 2πr です。いいですね。今半径が 5cm、 今回の問題は半径が5センチ、高さが10センチ。
はい、こいつですね。2×5 でしょ。高さは10でしょ。はい、こういう計算でいいです。高さ ×2πr。側面積はね。表面積って言われたらそれに底面積2つを πr 以上2個を足さないかんだよね。上と下にあるように。いいですか。まあ、今回は円錐が母線×半径×π でよかったでしょ。あんたたちの約束でね、母線×半径×π で、こいつは高さ×円周なの。高さ×円周ですか、ね、で円周が 2πr と、こういったところを確実に覚えていきよったら東側まで来るんですよ。ところがまず 円の面積 πr 以上知りませんとか、円周 2πr も忘れてましたとか、そんな形になると全く手が取れないわけですから、いいですね。はい、 10×10π、 とにかく県の平均で顔東は入るんだから、地方地区の平均じゃ入らない。地方地区はみんな勉強あんまり新社連県、福岡県の中じゃ平均点が低いね。でもちょっと勉強したらこんくらいすぐできるようになりますから、これで東入るんで、しっかり頑張ってください。いいですか。はい、その次、体積、あ、側面積と表面積と体積残ったね。これ体積も付け加えましょうよ、これ簡単や。今側面積はこれでいいでしょ。で、表面積って言われたら、さっき言ったように底面積2個足したらいいんで、底面積は πr 2乗、底面積は π×5 の2乗で 25π だ。はい、それが上と下と2つありますよということですね。 25π が2個ありますね、上と下でね。いいですか。だから、底面積が2倍せないかんです。底面積2倍しましょう。 2×25π 大丈夫、ついてきてる。で 50π ですね。 50π です。で、こいつとこいつを足したら表面積です。 100π と 50π 足して 150π。 が表面積、ね、大丈夫ですか。いいですか。いいですか。体積はしつこいけど底面積かけ高さなんですよ。今回は3分の1とか線でいき、体積は底面積かけ高さです。底面積かけ高さ、はい、これ底面積は πr 2乗、高さは10センチ。はい、これでいいですよ。底面積だけ高さでいいです。大丈夫ね。いいね、そこまで大丈夫ね。いいですか。はい、というわけで、250、25π かけ10ですから、250π が正解になります。250π、平方センチメーター。ですか。はい、で最後です。11ページですね。はい、この扇形を AO を軸として1回転させてできる立体の体積と表面積、はい、普通はこれで出せ頑張ろうね。これで出せ頑張りましょう。で、ノートに球の面積体積の公式を書きましょうですね。球の表面積と体積、
具体的なイメージで描いたんですけど、下手くそやな。で、表面積、球の表面積は円の面積の4倍です。 4πr 以上。4πr 以上です。ですか。で、表面積は 4π 以上。じゃあ体積、はい、当てませんから覚えてる人、球の体積覚えてる人、はいはいはい、はい、3分の4をつけたらいいですよ。体積は3分の 4πr 3乗ですね、3乗。なぜかっていうと、イメージとしてなんで3乗か、縦かけ横かけ高さとかね、ね、それとか面積って例えば平方センチやったろ、体積って立方センチやろですか。平方センチ、立方センチ、球の基本なんです。球の基本です。で、この球の基本を見て、この6番の問題を解くわけですね。6番いいですか。はい、で、こうあるでしょ。で、これを回転した絵を今から一緒に描いてください。いいですか。ちょっとこの下にちょっとこれ下ろしてもらっていい？同じように書いてもらっていい？テキストの中に書いてください。テキストね、11ページ開けて、11ページです。で、今この絵が書いてあるやん、その絵の下に同じ絵を書いて、なぜかって左側に字が書いちゃってさ、回転させられるみたい。で、こっち側に全く同じ図をここに書きます。同じ図を書きます。同じ図を描いてください。こっち側にこれと全く左右対称に描いてください。で、左右対称に描いたら、はい、ここを丸くしてください。つまりこいつは半球だってことが分かるんですよ。円を中心に回転させたら半球になるってことが分かるでしょね。ですか。さあ、頭使ってくださいよ。皆さん頭使ってくださいよ。これの表面積を出しなさいって言われたらどうなると思う？これの表面積、今日頭使う最後、ここに底面積あるよ。これは何ですか？半径を R にした、これ何ですか？底面積何ですか？ R を使って表したら全然難しくないよ。この絵描きましたか、皆さん。描いた？描いた？これ形何ね、ここの形何だと？な？円やろ？円焼き何ですか、面積は。どうぞ。
ファイアルに乗車。これは悩んだらダメですよ。さっきの円錐もファイアル二乗やったじゃないですか、下は。ね。あとはここだよ、ここ。あとはここ。ここよ。この丸いこうヘルメットみたいなところ、丸いとこよ。丸いとこは 2πr2 乗やないですか、わかりますか。だって半球でしょ、全体で 4πr2 乗なんでしょ、全体で 4πr2 乗ね、その半分ですから 2πr2 乗やないですか。はい、でこの2つを足したのが表面積ですよ。だから表面積は 3πr2 乗なんです。これよう出るんですよ、福都の試験とか、それから検模試ってあそこあるけどね、私3人になったら3年になって受けてもらうけど、ああいった試験でよく出るんですよ、これめっちゃくちゃいいですかね。で、あとは R がこれ3センチやけんね、ここに3を代入して計算するだけです。3センチ、3センチ値変えちゃう。で、これが表面積、表面積です。側面積と底面積を足したものなんです。これが表面積です。はい、じゃあ体積、体積は半分やない？9の半分、2分の1やろ。で、かけ3分の 4πr3 乗です。かけ3分の 4πr3 乗。9の体積の半分でしょ、半球。大丈夫？大丈夫？いいですか？で、r が2ですよってことなんだね。はい、いいです。授業では基本的なことしかしてないんですけど、自分がもっといろいろ問題解きたいと思ったらいろいろやっていいですよってことですね。いいですかね。はい、じゃあ、資料の散らばりと代表値っていうところを見てください。ですか。はい、じゃあ行きますよ。12ページを開けてください。12ページです。はい、1年1組の生徒のテストの得点はヒストグラムの粗さのレスクについて次の問いに答えなさい。階級の幅を求めなさい。はい、階級の幅っていうところマーカーで塗ってください。階級の幅ミス。で、まあこれ抽象グラフと言われるやつで、棒グラフとか普通のグラフとは違います。まあ柱みたいになってるんでね、抽象グラフというんですが、はい、ここが幅です。ここが階級の幅ですか。はい、60、65とか変えちゃうでしょ。ここが階級の幅です。ですか。だからどこ取ってもいいんですけど、65-60とか書いてください。はい、階級の幅は5点、階級の幅は5点です。はい、その次みんなにやってほしいのがあります。60-65のところ、ここ2人おるけん、こう2って書いてもらっていい？柱の上に全部人数書いていって合計してください。頑張れ、ファイトファイト、頑張れ。例えばここ5人や、5とかやってずっと柱の上に書いていって人数を。こんな感じよね。はい、で全部足してください。結構人数多いですよ。みんなのクラスより相当多いです。いくらになった？
ありがとう。38人です。いいですね。全部足していくだけですよ。人数をね。38人です。はい、その次。得点が高い方から数えて12番目の生徒が入っている階級。わかる？高い方から近い千秋ね。高い方ってこっちやん。100点が一人おろ。で、90点のところが、まあ、95から100かね。で、90から95が2人。ほいで、こっち側が、何人かね。4人。とか言うとしていくとさ、例えばここまで7人おるやんみたいな感じだ。わかる？足していったらここまで7人おるやん。1人、2人、4人とかよ。ね？だから、12番目の人、高い方から数えて12番目。例えば、その次、ここが7人なんよ。ちょっとこう幅がなくなったけど、ごめん。ここ7人なんよ。たら、これが7人に7人足したら、ここまでで全部で14人になるったい？ね？ちょうどここの人ってさ、ここの階級ちょっとマーカーで塗ってもらっていいですか？ここ。右から4番目のとこですかね。1、2、3、4。右から4番目のとこマーカーで塗ってください。ここは、8番目から、8番目から14番目までいるんやない？ここまで7人おるちゃうね。じゃあ8番目ってここでしょ？ 8 番目から14番目。が、ここに入っちゃうやと。ちゅうことは12番目。ね。12番目の生徒が入っている階級を答えなさい。って言われたら、この今塗ってもらったとこなんですよ。ここです。ここ12番目の人入ってますよ。当然。そんな感じで解いていったらいい。ね。ただ、階級を答えなさいって言われたら、何点以上、何点未満って答えます。だから、今80から85のとこなんで、答えは80点以上。85点未満。80点以上、85点未満。はい、そして相対度数はとても大事ですから、4番20丸してください。20丸。70点以上、75点未満の階級の相対度数。四捨五入によって小数第2位までって書いてあります。ね、じゃあ70から75のところマーカーの色を変えて塗ってもらっていい？マーカーの色を変えてください。70から75のところです。ね、70から75のところって何人いますか？8人かね。ね、で相対度数というのは上に変えちゃったと思う、確か。相対度数。上の枠の中のところをマーカーで塗ってください。相対度数値変えちゃうところ。上の枠の中にあります。太字で変えちゃう、太字で。相対度数イコール、度数の合計分のその階級の度数値とかマーカーで塗ってください。頑張って。もうちょっとで終わる。こう、枠の中で変えちゃうところマーカーで塗ってください。相対度数値変えちゃうところ。相対度数は、ですから度数の合計分のその階級の度数。つまり今回は38人分の8なんです。度数の合計分のその階級の度数。実際にこれ割るしかないです。ごめんなさいね。割るしかないですよ。8を、ごめんね。8を38で割る。たら0点にして、2入るけん。2入って76ですか？
40ですから1回入るとかね、20の中には入らんねみたいな感じで、で小数第2位まで求めなさい。第3位を四捨五入なので約 0.21 みたいな、 0.21 みたいな。いいですか。はい、大事な問題だけ、言っておきますんで、そこも、枠で囲んでください。枠で囲んでください。右のページ、13ページの大きい1番は、あのマーカーで枠囲んでください。大きい1番。いいですか。はい。いいですね。あと、マーカーの色を変えて2番を枠で囲んでおいてください。1番と2番がとても大事な問題があります。はい、で、数学のテストもですね、数学のテストね、あんまり第3講座、第3講座になってなかったね。第3講座のテストがないんですけど、第3講座の、要するにこれ2年生の単元しか載せないってことですよね。はい、あとですね、じゃあちょっと宿題に出しようがなくなったんですが、理科です。理科だけちょっと確認しましょう。理科の第3講座を見てください。消化の吸収のところですね。ここはやりやすいんじゃないかな。呼吸と血液の循環、ここはやりやすいと思いますので、そしたらね、ありがとうございました。お疲れ様でした。どっち側がいいですか。こっち側を解いてくるのとこっちをするのどっちがいいですか。どっちがいい。こっちはちょっと量が多いと思います。でも他の宿題がそんな中堅、理科だけ解いてきてもらっていい。第3講座理科解いてきてください。4ページあるけどさ、早いです。ここ早い、計算とかない、なあも覚えちゃうかどうかだけですね。第3講座を解いて、数学はその代わり宿題出しませんので、もう一回言いますよ。英語はこいつね、英語こいつと、それから理科は第3講座のとこです。4ページあります。そこを解いてきてください。いいですか。頑張ろうね。まずこれを受けてもらっただけでもね、ちょっと点数を上げたい、その人たちだけでも点を上げたいと思ってるんで、とにかく一緒に頑張りましょう。はい、いいですか。はい、では終わります。明日はちょっと俺来れない日なんですね。明日はちょっと向こうで大人の人たちの授業があるので来れない日なんですけど、明後日最後の日は一緒に勉強できますのでね。はい、では終わります。はい、レイでした。はいはい、ああすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。